愛知様、愛知様、このままでは怪都市が。怪さんが怪都市。シカちゃん、あなたにはまだちゃんと謝ってもいないのに。怪都市、怪都市、死んだりしたら許さないんだから、許さないんだから。シカちゃん、行くぞ。え、行くってどこに。三輪、いやピンクバカ野郎は愛知のところに連れて行くとか抜かしていた。でもそれは失敗したのよ。見たでしょ、怪都市は。いや、あいつは死んだりしない。とにかく他に手がかりはない。行くぞ。星空を隠した見つけてと誰かがささやく。いつもと違う目覚めの時、世界が始まる音を聞いた。灯台の足元に紛れたほころびのかけら探してみよう。過去今未来地図広げて飛び込め不思議の向こう。どこからだそう、僕らはまだ大丈夫かい。僕は立ちなぎタクトと名乗っても今の君にはわからないよね。だから囚人とでも呼んでくれないか。君は覚えているの、僕のこと。いや、君とは会ったことなどない。知らない。この本にはあらゆる時の流れについて記録されている。僕たちはそれを観察し時に調律してきた。何を言ってるんだ。だが突然このページが開かなくなってしまった。僕は時の流れを正しく導くために旅に出たんだ。そして見つけたんだよ、君を、怪都市。俺が一体何だと言うんだ。イメージして。イメージ。なんだよ、いいか、イメージしろ。そいつみたいに強くなった自分を。違う、こんなこと俺は言ったことはない。そう、君は幸せな両親のもと裕福に育てられ、カードゲームを卒業した後はラグビー、音楽、映像配信にも興味がある。それが君の人生だよね。何が言いたい。イメージするんだ、それ以外の人生。父親が事業に失敗、両親は失踪、親戚に引き取られるがたらい回しにされた孤独な少年時代。友達と言えるのはヴァンガードだけ。そんなもう一つの人生を君はイメージしたことはないかな。そんなもんあるわけ。本来ならば君について書かれたページがあるはずなんだ。だがページは開かない。なぜなら世界が歪んでしまったからだ。それを正す必要が。そんな必要はない。
どうして甲斐俊樹を呼び寄せるなんて、まだこんな力を残していたの、タクト。降臨、君も思い出せ、本当の君自身を。これが私よ。そしてあなたも、あなたは今幸せでしょ、甲斐俊樹。あなたには優しくて裕福な両親がいて、温かな家があり、したいと思うことは何でもできる。何も縛られることもなく、何も恐れるものもない。俺はいい。あなたは幸せでなきゃいけないの。そのためにはここにいて。そんなものを出してはいけない、甲斐俊樹。不完全ながらもリアライズの力を使うとは。ユニットが実体化した。また刺さった。おい、このトゲ抜け。だから無理だって。この森はサンクチュアリを守っている。シカちゃんの力なしに強引に通り抜けるのは無理よ。それでも行かなきゃならないんだ。なんで自分の罪の重さに苦しむのは俺だけでいい。ガキが一丁前に苦しんだり泣いたりする必要はねえ。さっさと貝を見つけに行くぞ。そうなんだ、シカちゃんのためなんだ。誰がそんなこと。誰が泣いたり苦しんだりしてるって。甲斐俊樹なあ。だからここにいるって言ったろ。まるで俺のせいで誰かが苦しんでるみたいな言い方だったな、伊吹。いや、とにかくここを出るぞ、甲斐。伊吹、変な奴に会った。変？確か、タツナギ・タクト。レッカが言ってたな、最初にいなくなったのはタクトだと。それで奴はなんと。俺の本当の人生をイメージしろと。どういうことなんだ。俺の両親に何があった。俺は本当は。教えてあげなさいよ。あなたは真実を知っているんでしょ、本当の甲斐俊樹の人生を。伊吹。甲斐、お前の両親は。どうした伊吹。俺の両親は。仙道愛知。仙道愛知。お前は誰だ。誰だと。愛知様に失礼な。愛知様って。ゴーリン、しっかりして。誰よそれ。私はサンクチュアリの守護者、イエロータイフーン。来るな。お前なんか知らない。会ったこともない。なのにお前の顔が何度も何度も俺の中に。カイ君。甲斐俊樹、サンクチュアリに帰るのです。ゴーリン、あなた何言ってるの。スイコ、あなたや伊吹は物の数ではない。でもあの妖精と魔法少女は危険なのよ。あの二人か。あの子たちはせっかく愛知様が作り上げたこの世界を台無しにしようとしている。あなたの幸せを奪おうとしているのよ。俺は…ヴァンガードなんて…いけないよ。セイコ、カイを連れて早く。俺が何とかする。伊吹。仙道愛知、お前はずっとここにいるのか。そうだよ、僕はここにいなくちゃ。カイ君も。そうはさせないぜ。カイが欲しいなら今日こそヴァンガードでファイトしてもらおうか。伊吹浩二、あなたにふさわしい場所に行くがいい。伊吹。伊吹。伊吹。
こっちを、うん、待ちなさい、スイコ、スイコ。話せってば、話せ。どうしたの？もしかして女の子と手をつなぐの初めて？そんなんじゃない。本当に普通の男の子ね。しっかりしなさい。私の知ってる海都式ならもっと、もっとなんだ。お前は知っているんだろう。俺の両親に何があった？あら、あなたの親御さんなら普通にお家にいらしたじゃない。だがそれは正しくない。そう思っているんだろう。本当の俺の両親に何があったというんだ。詳しくは知らないのよ。あなたについてのページは開けないし、詳しく知ってるのは伊吹だけで。その本、じゃあいつの言ってたことは本当なのか。ちょっとどこ行くの。どこ行くのだって。俺の知っている家はあそこだけだ。他にどこに行けばいいって言うんだ。あ、ちょっと待ちなさい。来るな、お前には関係ない。それではそれでは、アイツ様は海都式を見逃してしまわれたのですか。カイ君がここにいたくないと言うなら止めたくない。カイ君の幸せを奪いたくないと。うわぁ、なんという優しさ、泣けるのね。だが、このままフラフラさせておくわけにもいかねえだろう。とっ捕まえておく方がいい。俺に任せておけ。ああ、ピンクの誰かさんに任せたら見事に失敗しまったんだろう。やめるのです、オレンジ。人をみかんみたいにおぶんじゃねえ。今度は俺の出番だ。そうなの、まあよかった。心配してたのよ、俊樹くんのこと。いや、あいつももう高校生だ。幼なじみの美和くんと伊吹くんに誘われたら夜遊びに出かけるのも仕方ないさ。誘われたというか、あ、無理やり連れ出されたというか。それにしてもあの子ったら、そんな大事なことを女の子に伝言させるなんて。いや、あいつに女の子の友達がいたのも驚きだな。やっぱりカイさん昨日から戻ってないんだ。まさかこの二人がジャマーってことはないよね。うん、いい人だもんね、ご両親。うちなんか、愛知が出て行ってからは。世界の歪みを正すってことは、カイト式からこの人たちを奪うことになるのかな。あ、トシキくん。トシキ。え、カイト式。ほら、シカちゃんとエミちゃんがお待ちかねだぞ。あら、違いますよパパ。こっちがエミちゃん、こっちがシカちゃん。あ、そうだったか。え、これはまた失礼。こっちがエミちゃん、こっちが。お前たちなんでここに。このカード。帰ってくれ。俺は高校生にもなってヴァンガードをやっているようなタイプじゃないんだ。俺は父さん母さんとずっと。半分正解みたいなもんだよ。クイズ番組じゃねえし、柑橘系でもねえ。お前はあの愛知の仲間じゃないのか。愛知に会ったの。俺たちは愛知様のために戦う SK4 だが、俺はピンクハリケーンのようにまだるっこしいことはしない。
カイトシキ、こいつらが心配なら黙ってサンクチュアリに来い。これ以上手を焼かせるな。それは俺の本当の両親なのか。なんか変な記憶が戻ってきているのか。だが間違いなく本物さ。この世界でお前を17年間慈しんできた。ここは私たちに任せて。お父さんとお母さんは必ず取り戻す。王子様を待っているのはギアキなの。おてんばって何の子の魔法少女エミ。カードの妖精出発。やっておしまい。エレメンタル降臨。見えない。みんな、カイさんのお父さんとお母さんを助けて。おお、ゾロゾロと。やっぱりその力放ってはおけねえな。このカードを捨てろ。お前の優しい父さん母さんがいなくなったら嫌だろう。そんな人生送りたくはないだろう。父さん母さんが事業に失敗し両親は失踪、親戚に引き取られるがたらい回しにされた孤独な少年時代、友達と言えるのはヴァンガードだけ。トシキ、あなたは思い出さなくていい。今は何も。はい、トシキ。幸せなんだろう。お前が幸せでいること、それが愛知様の望みだ。わからない。俺には何も。そりゃ、両親がいないよりはいた方がいいだろう。だが、なんだ。俺が幸せでいることで誰かが苦しむのなら、泣くのなら、それはダメだ。お前、愛知様に逆らうというのか。逆らう。だがその愛知ってやつも幸せには見えなかった。このカードは俺のものだった。これはブラスターブレード。あの時と同じだ。カードが俺に語りかけてくる。聞こえたんだろう。君にはブラスターブレードの声が。これは俺に。エミちゃん行くよ。うん。エレメンタルコーリング。スペリアルティアル。ライドザヴァンガード。ライドだと。カイがブラスターブレード。やめろ。そんなデタラメは許さない。許さない。誰がだ。こんなこと、あいつ様は望んでいない。これはこの姿は俺の望んだ姿だ。
転んだら1点、泣いたら10点。どうだ、やらねえか。くだらねえよ。つまんねえ。そう思って俺は何もしなかった。なんだ今のは。それがあなたの本当の記憶。うまく説明はできないけど、その人たちが本当のご両親というのも真実。あなたは幸せに暮らしてきたし、これからもここで生きていける。ヴァンガードに関わらなければ。でもでもこの世界にはそれとは違う俺が必要なんだろう。俺の中にある別の記憶、もう一つの人生のイメージ、それが何なのか俺は確かめる。ここにはもう戻れなくなるかも。父さん、母さん、いつかまた。え、一人で行くって？カイト式がそう言ったの？はい、まだ全部の記憶は修正されていないみたいで混乱しているんですけど。あれ、スイコさん、ブッキーは一緒じゃないの？イブキは、え、イブキは、30秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードはシャドウパラディンのドラグドライバールアード。登場時山札からグレード1のユニットを大量コール。さらにグレード1のリアガード1枚につき、このユニットのパワープラス5000。ソウルにグレード3が2枚以上あるときはグレード1のリアガード全てのクリティカルが2に。仲間たちと共に求める世界をつかみ取れ。このカードで君もライド・ザ・ヴァンガード。やあ、イブキ戻ってきたの？あれ式のことで消える俺ではない。次回、カイト式はカードキャピタルを訪れ、そこで森川、さらにカツラギカムイに出会い、さらに店長のシンさんからカゲロウデッキの手ほどきを。それじゃ普通のヴァンガードじゃない。やっぱり噂は本当みたいね。なんだ噂って？このアニメ、路線変更で主人公が変わるって。今時のアニメでそんなことをすれば炎上間違いないぞ。しかしそうか、この俺の人気は無視できず。リストラされるのはあなたよ、イブキ。え、いや、聞いてないし。待て、おい、